技術と稼働データをコツコツと蓄積し、他の技術に応用できるようになり、どんどん洗練されていく。その中に多少の遊び心があってもいいと思う。どんどん試していくといいだろう。国家主導でいろいろなベンチャー企業に資金提供と保護政策をやっていくべきだろう。インプレスウォッチの記事から。 JR 西日本はロボット開発を行う人機一体日本信号と共同で人型重機ロボットを乗せた鉄道工事用車両の試作機を開発した。2024年春をめどに営業線での導入を目指す。 JR 西日本はこれまで電車に電気を送る架線などを管理する電気設備の作業では、比較的同一条件の作業が繰り返されるものについては機械化を進めてきた。しかし高圧の電気設備が高所にあり、地形の影響などで設備の位置や形状が異なることから機械化が難しい作業があった。人型重機ロボットを乗せた鉄道工事用車両によって、これまで人の手で行ってきた高所作業を遠隔操作によるロボットで行い、生産性と安全性を向上する。試作機は専用高所作業車のクレーンの先に搭載した人型ロボットによって作業を行うもの。インタラクティブな操作性を特徴とし、操縦桿を動かすとロボットが同じように動くマスタースレーブ方式による操作が可能。ロボットが受ける重みや反動も操縦者側にフィードバックするため、操作が直感的で操作方法を容易に習得できるという。ロボットは人と同様に様々な部品を保持することが可能で、多様な状況の作業に対応できる。操縦者は地上の車両操縦席から操作するため安全性が高い。今月から試作機での試験を実施し、実際に行える作業や改良点の洗い出しなどを行う。まずは電気設備作業のうち、高所での人力作業に対して検証を行いながら導入を検討。ロボットの導入により、これらの作業における約3割を省力化し、感電・墜落の労働災害をゼロにすることを目指す。2024年春に営業線での導入を目指し、鉄道だけでなく社会課題となっているインフラ・メンテナンスの労働力不足に対応する機械化にも貢献していく。以上が記事の内容。ここからは試験になる。これはもうモビルスーツマニアからすれば垂涎の的となるのではないだろうか。思った以上にロボット感があるのに驚いた。この人型重機の正式名称は零式人機バージョン 2.0 といい、作っているのは滋賀県にある株式会社人機一体というベンチャー企業となっている。動画説明欄に同社のリンクを貼っているので、興味のある方は覗いてみてください。なかなか興味深い内容でした。こういう作業ロボットを発展させて、災害救助用や倉庫作業で搬入・搬出作業用ロボットなど、単純・肉体労働を代替するロボットが開発されると需要が伸びると思われる。コロナ禍の収束後に新たなパンデミックで外出が制限されたり、病気で寝たきりになったりした方が屋外行動を代替してくれるアバターロボットとして、買い出しから果ては観光までできたら素晴らしいことだと思う。また義肢の技術がより精巧になれば、人間の義手義足としてより自然な動きをする機械四肢ができる可能性もある。様々な派生型を生み出すためにも、基礎研究データを蓄積し、こうした先行開発ロボットの活躍には大いに期待したい。
移動式の下半身部分が完成すれば、既存の自衛隊基地内や前線の仮設基地等での重量物の運搬や、人が近づけないような場所での作業などの平坦作業に貢献できるだろう。現在のところ、JR 西日本だけが採用予定とのことだが、実動開始となれば、撮り鉄ファンにとっては幻のドクターイエロー並みの人気者となるかもしれない。瞬時に通過してしまうドクターイエローと違って、決まった場所でゆっくりと作業するはずなので、シャッターチャンスを逃すこともないだろう。その際、気をつけてもらいたいのは、作業員や近隣住民に迷惑がかからないようにしてほしい。将来、人型戦闘ロボットを開発するのは、やはりガンダムの母国であるこの日本なのかもしれない。夢が膨らむなぁ。当チャンネルでは誠に微力ながら日本の国防を真剣に考えるコンテンツを発信していくことで、一人でも多くの国民の意識改革の一助となればと思い運営している。賛同いただける方は当チャンネルの動画の拡散にご協力いただければと思います。何度でも言うが、国民は日本だけが戦争を放棄したとしても、相手にとってそれは何の意味も持たないということに気づくべきだ。たとえ差し違えてでも、反撃するための軍事力を持つことは、主権国家として当然の権利であり、国家が国民を守るための義務でもある。こちらから侵略することはなくても、降りかかる火の粉は払わねばならない。そのために日本は強くあらねばならないのだ。この記事に対する国内のネットの反応は、想像した以上にロボットだった。ちょっとかっこいいと思ってしまったわ。日本のこんなとこが好きです。そうじゃなくて操縦室は胴体に、頭部に作業員の脳を移植しろ。リモートで動かせば通勤も出勤もしなくていいな。まさか JR 西が最初にガンダムを作るとはたまげたな。レイバーやん。このパワーいける。武器はどんなの持ってるの？ペンチみたいな両手で敵のコックピットをペシャンコ。見た目より性能にこだわれよ。近づいてはいるな。早速武器を持たせて軍事投入しよう。こいつにジャベリンとか持たせてみたい。対決させてみたい。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画で感じたことなど、どしどしコメントいただけると嬉しく思います。また、グッドやバッドの評価もお願いします。チャンネル登録とベルマークのクリックで、新しい動画の投稿時に通知されますので、合わせてよろしくお願いいたします。